はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。トライブリゲード協調のシュライクです。さあ本日なんですが、トライブリゲードロアというねカードが実装されましたので、まあ、こちらを使った、まあ、トライブリゲードデッキですね、これご紹介していこうと思っております。トライブリゲードと、いうテーマ、いろんなねあのギミックと相性が良くて、まあ、スプライトとかと組み合わさったりとか、あと今回ね12指示の開局がね、まあ、制限解除というか、まあ、完全に規制緩和されまして3枚投入できるということで、まあ、今回12指示と組み合わせた12鉄獣組んできました。このカードマジ強いね。まず強い。自分のフィールド上の表開表示のカード、まあ、自分でもいいんだけど、ぶっ壊してデッキから12指示モンスター特殊ができるということで、召喚権を使わずに12指示、まあ、獣ですね、獣を用意できる。で、素引きしても結構モルモラットとかって強くて、これ召喚成功時にデッキから12指示カード送れるんですけど、10年指示カードでモルモラット以外のこのサラブレード一応入ってるんですけど、サラブレードが送るじゃないですか。そうすると墓地に12指示いるんで、なんかライカ出したらライカで釣れるんですよ、12指示を。12指示のライカってこれ墓地から12指示モンスター特殊召喚できるって効果あるんですけど、これ12指示が墓地にいないと発動できないんですよね。だけどもうモルモラットってそのオローマイできるんで12指示を、なんでまあライカが強く使えると、召喚系モルモラットに割いても。でここで、獣が2体並ぶんでフェレジット出るんですね。フェレジットから手札の獣、まあ、展開していくっていう動きができるから、これ結構強えんですよ。でそれがしかも、まあ、ワンチャンその12指示の開局、で、まあ、召喚権を使わずに普通に獣が出るっていうところで、高コマクにも使えますこれ。普通に12指示出して、ワイルドボードランシアライカーアーゼウスができるんで4歳のアーゼウスが出るんですね。だから召喚権使わないで4歳アーゼウスで高コマクっていくということもできるんですよ。これが非常に優秀ですね。はい、だからいいことしかないということで今回これぶち込みました。で悪いところエクストラデッキが足りない。はい、エクストラデッキマジ足りねえっす。このデッキ20枚くらいないとちょっと足りねえこれという感じの、デッキになっていますね。で、肝心のこのロアっていうカードは何するかっていうと、これ普通にねあの素引きして妨害になるカードなんですよね。自分のフィールドにリンクモンスター存在する場合にしか打てないんですけども、デッキエクストラデッキかトライブリゲートカードを、墓地に送ってフィールドの効果モンスターを対象に、墓地に送ったカードの種類によって、効果適用するんですけども、モンスターであれば攻撃力をゼロにする、魔法であれば、対象のモンスターの効果を無効にする、罠であれば対象のモンスターを持ち主に戻すという、こういう動きができるんですよ。まあ、例えばですね、まあ、ナーベル送ってなんか、攻撃力をゼロにしながらサーチ入れるとか、あと、魔法トラップですね、魔法ロアを送ってモンスター効果を無効にするみたいなこともできるんですよ。でこれの強いところは何かっていうと、トライブリゲード魔法トラップカードを墓地に叩き落とせるんで、墓地にトライブリゲード魔法トラップが溜まるってところなんですね。溜まると何がいいかっていうと、これが出せるんですよ。トライブリゲードアームズブーキファルス、めちゃくちゃかっこいいんだけど、召喚条件がバカ厳しいと、自分の墓地のトライブリゲード魔法トラップカードが2枚以下の場合は出せねえと、まあ、要は3枚以上にしないと出ないよって書いてあるんですよね。でこれがめちゃくちゃかっこよくて、召喚ムービーもあるのに、もう一生ドラゴンパニッシュメントのコストにしかなってないと言われてるのが遊戯王マスターデルだったんですけども、これロアが来たことによってこれがめちゃくちゃ出しやすくなりました。僕このモンスターでトライブリゲードモンスターの中で一番かっこよくて、あの好きなんですよ。ただ出せなかった、今回は出せる、ロアがあるから、これは革命。というわけで、まあ、結構順に寄せたつもりなんですけども、鉄獣ね、まあ、12鉄獣ぶん回していきましょう。ブーケファルス2出していくぞ、デュエルスタンバイ。さあ、鉄獣エアプによる鉄獣戦線デッキぶちかましていきましょう。鉄獣エアプなんでプレミしたらごめんなさいこれは演武天気からだな。演武天気発動、演武天気がね 12C 持ってこれるしね、フラクトも持ってこれるからね、結構強いんだよねこれ。開局がないんで開局から入れた方が、あでもそれそうでもないな、モルモラット召喚してここで誘発ビルドできるんで、まあ、キャラス引いてるからここに妨害打たれてもまあなんとかなるかなって感じですね。まあ、今回はあの増殖するチームも一応ね裏らあるから大丈夫だし、割とまあなんもなそうですね。相手何の知恵もないか、何も遅延もない場合は、最大展開目指していきましょう。一応、ライカ召喚モルモラとかで召喚成功時に12指示落とせるんで、ライカの効果使えるんですよ。これがめちゃくちゃ優秀。ライカはね墓地で12指示がいないと使えないから、モルモラとはまあそういう意味では強いね、うん、まあ、特殊召喚にも反応してほしかったけど。で12指示の、まあ、ちょっとエクシーズモンスターは一回もう残しておきましょう。あとでアゼルする可能性もまあなきにしもあらずだから、はい、まあ、ほぼないけど12指示蘇生じゃねえよね。フィリジルと
でフェリジット効果発動で、フェリジット効果でまあキットで、まあ、とりあえず一旦キットの効果発動してリンク先作りに行きましょうか。鉄獣ってリンク先もなんか注意しなきゃいけないからさ、あんま得意じゃないんだよね。基礎適当にいつも遊戯をしてるんで、あんま何も考えなきゃいけないんですよ、あんまり正直。こういうなんかそのいろいろ注意しなきゃいけないカードが多いデッキはね、あんま得意じゃない、あんま得意じゃないっていうかすげえ得意じゃない。スプライトエルフ爆誕して、チェーン1、こっちでチェーン2、こっちか、まあ、あんま関係ないか、どっちでもいいか言うて、でまあ本、あでもあれ逆か、チェーンこれ、一応ウララケアするの逆だった。フィリジットで、おお増殖きた、なるほどね、それは強いんじゃない、さすがに。でナーベル効果、捨てるカード何でもいいから、フラクトールから持ってきて、これでフェルジットも効果使ってるんで、ケラス自身の効果で、盤面に出ていく感じですかね。はい、でケラス効果使ってフラクトール捨てて、さすがにベアブルムの効果ちょっと2枚捨てる特殊召喚とかいうことはさすがにこの手札ではやってはいけない気がするんで、さすがにね、さすがにやってはいけない気がするんで、どうしようかな、まあ、これ1回これでいいか、いや残しようか、これこうしといて、まあ後でね、あの特殊召喚すりゃいいんだけど、この辺はで、僧侶出していくでしょ。でエルフでモンスター1体蘇生して、これでウーサでいいんじゃねえか、合ってんのか、純鉄獣の動きあんま分かんないんだよね、これで合ってんのかな、まあ、ベアブルームの効果でもさすがに使わない方がいいよね、これね、うららと増人しててモンスター特殊召喚しても手札増えねえし、リボルトは構えらんねえし、意味わかんねえから、まあ、これ怪撃のベアブルームの効果発動してリボルト構えて、めちゃくちゃ入ってるからね今回ね、リボルトもロアーもありえない量の魔法トラップ入れたんで、なんでかというとブーケバルス2を出したいから。でカードちょいセットして、まあ、一応これでエンドなんかな。まあ、防火力は大したことないけどね、これウーサー殴られたりとかするからね、なんかウーサーで3妨害っていう言い方するのちょっと良くないと思うんで、ぶっちゃけ正直 2,3 妨害くらいの感じです。同族チョルジーと、はい、オロマイどうぞ。あー楽園か、なるほど。いやーどうだろうな、これ手数結構稼がれたらやばいけど、まあ言うて融合回数が何回あるかって話なんだよな。ビーステッドあるか、まあビーステッド食らねえけど、こっちは墓地はアルベロッケ、まあさすがに止めるでしょ。アポログスの効果、いやこれでね一回殴られてから展開されたりするんだよね、このデッキ結構それが鬱陶しいっちゃ鬱陶しいで、アルベルが吹き飛んで闇の誘惑か、強いな、なるほど、はい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 、それはさすがに強い、やばいか、きっと、まあ、除外するのはあんま強くない、コストはやべえ、マジでこれで、うわーすぐ楽園融合めっちゃ気に入ってる。楽園融合をめちゃくちゃ強引に引きに入ってる、それはねやばいかもしれない。いやさすがにそんだけ、まあ、でも1枚しか入ってないから意外と引かないか。バルドレイクしてるんだ、あルベリオン、あなるほど、やべやべやべ、つい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 、いやまあでもここは許すか、ここは許しそう、許そうで、出てくる項の効果無効にしよう、ドルドブルム了解、出てくる方の効果、まあ何枚持ってるか分かんないしな、ドリドブルームさすがに、ね、それを許すとやばいので無理なんで、これ無効にしましょうか、さすがにね、シンクロ召喚してアンヘルとか言われるかもしれないしね。これはあとは手数的には楽園融合とカルテシアは召喚権使ってるから多分出ないけど、まあ融合派兵とかあるか、でもうわーわかんねえこれ、サロニールやば、やかんくねえかなこれ、ビーステッド前に出したくないんだよな、アナコンダとか出てきたりいろいろあるから裏目あるし、楽園融合だけ本当にやめて、楽園融合だけマジでやめて、カルテシアもやめてほしい、融合派兵もやめてほしいから多すぎ、
あー聞かれたか、聞かれたか。いやこれどうだろうね、これ総流でバウンスしたらなんとかなるのかな。総流でバウンスしたらなんとかなる説ある。アルバスと黒五流でルベリオン出した。ルベリオンか、ルベリオン効果手札1枚捨てる。バウンスしたらミラジェイドは、あでも結局アルビオン系出てくんな。アルビオン経由、でもなんかなんか融合されそうだね、なんか融合されそうだわ。何かはミラジェイドは出てこないかもしれないけど、何かは融合されそうなんで、ちょっと一回スルーして出てきたやつバウンスします。はい、そうしましょう。さあどうする。はい、なるほど。ルベリオンミラ、あミラジェイド、はい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 、はい、オッケーです。なるほど、いいでしょう。でサロンに行こうか、いいでしょう。メインフェス終了前、一応打っとくか。一応メインフェス終了前に打っておこう。これでミラジェイド君をどっか消して、アポロウサでもよかったけどワンチャン力士になるからアポロウサは。ゼロのアポロウサマジで意味ねえからな。ミラジェイド効果、まあ、いいでしょう。うっす、いやー使わなく、いやーでも結局出てこないかもしれないか。これイボルトでチュライグ出てこなかったらめんどくさいから、いやこれは一回スルーしても甘んじて受けるよ。甘んじて受け入れます。でミラジェイド効果でなんかシュられます。はい、了解しました。さあどれを除外してくるのかな。まあエルフか、でもさすがに、まあそうだよね、エルフ除外でミラジェイド戻る。もう、まあ、手札に戻るパターンなんでね、ミラジェイドの全部効果使えない。でそれで融合派兵とか言われたら俺怒っちゃう。オッケー、耐えた耐えた、一応耐えてる、まあ、それは受けるか、別にいいや。ソーリーはオッケー、攻撃力ゼロのアポロウーサだけになりました。ありがとうございますセットオッケー。でアルビオン墓地行ってっからあれか、アルビオンの効果発動するのか。断罪効果、楽園融合回収、いいでしょう、まあ、それはいい。今このターンはどうでもいい。でアルビオン効果、楽園系のマジックトラップセットか、手札に加える。赤の楽園、なるほど。いやまあリボルト打つよね、さすがに、さすがにリボルト打つ。で除外ゾーンか自分の墓地からケモナーをめちゃくちゃ死ぬほど特殊化して、アリエンリオのケモナーが特殊化されて、はいはいはい、シンク、あシンク召喚じゃない、リンク召喚、現れよトライブリゲード、強調のシュライク。さあ効果を発動していくぞ。キット効果、ナーベル効果で強調者行こうか。赤の楽園、赤の楽園、赤の楽園、赤の楽園で、やべえもう40秒しかねえ、ちょエアプすぎてあんま、あの正直このデッキ分かってないのが響いてる。はい、これで次のターンで魔法トラップカードが墓地に送られれば、ロアクションでかい。おいこれ、えこれブーキバルス君出せるんじゃない、なんか消そうな気がするんだけど。ブーキバルス君さすがにドライブルゲートケラスを召喚、召喚権これいいな、召喚、いやこれはいけるぞ、これはいける。ドレイドブルブ対象はこっち、光闇いねえよね多分。よし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 、いいぞ。このビーステッドを食らわないデッキのいいとこ出てる。相手のカード除外してるからこれは出てこない。いける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 ぞ、いけるぞ、全然いけるぞ。で出てこないです。しかも刺激のデスピアの効果も発動されない。いける、あとロアをぶち込めるか。ケラスでシュライグ、シュライグじゃねえや、ケラスでフェルジット出したいから、墓地に送るカードモンスターでいいんだろ、つまりこれ時間ない、やばい。キットで
キットでいいんですよね。キットでいい。で、相手の攻撃力をゼロにする。モンスターを食った場合は攻撃力がゼロになるカード。そして、これによって、キットの効果発動。墓地にナーベルを叩き落とし、で、ナーベルの効果によって、トライブルゲードカードを1枚手札に加えることができるんで、これで、フラクトール持ってきて、よし、いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ。で、トライブルゲードキャラスの効果。これでね、魔法トラップカード、トライブルゲード魔法トラップカード、3枚になってるはずです。墓地に。いけると思います。おそらく俺がプレムしなければさあ2枚のカードを除外してトライブルゲードアダハナのフェルジットを特殊召喚そしてトライブルゲード強調シュライドの効果相手のカードをゲームから除外あ獣かオッケーいいだろうでトライブルゲードアダハナのフェルジットの効果発動フラクトールを特殊召喚そしてフラクトールの効果発動自分の墓地の獣を5枚除外だいけー時間くらい急げーうわーリック召喚現れろトライブルゲードアームズブーケファレス2このモンスターは天帝の人で送るだけのカードじゃねえ行くぞオラこれがトライブルゲード戦線対戦ありがとうございましたウォリアー槍で突く攻撃よし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 これはこれを出したかったんや俺はやべえ、誘発三種の神器来た。最強か？え、これ強くないしかもカーキコマンじゃん。これめちゃくちゃ手数出るぞ、これ。プラネットパスファインザー。パスファンザー、パスファンザーか。いや、まあ、いいか。パスファインザーは。まあ、多分、シャトリラかな？まあ、うらら打つか。さすがにな。うらら打ちます。なんまあさすがにクシャトリだと思うんでそんなにフィールド魔法入ってないと思うからまあパライゾスサーチできなきゃまあ強いんじゃねえかっていう話はあるまあ一応増獣はまだいいか参戦の5なるほどやるやんなるほどやるやんまあぶん投げてもいいかも増殖する G とか無限法要まあ一応待つかあーオッケーあーよかった投げなくて了解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 オッケー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 止まった止まった止まった、まあ、クシャトリラはこういうことありますからねよく、まあ、クシャトリラか知らんけどこれはさすがに開局からいくかいや伏せカード2枚あるのかこれアーゼウスで踏みに行くかいやその最強ムーブいけるぞこれ多分まあどっちもいいな、サラブレード出しに行ってもろもろ取ってまあどっちもいけるんだけどいいんだけどまあ打点があるからこっちかこうで一旦ワイルドボーかなワイルドボーで殴りに行っちゃって乗せて乗せてでかなバトルフェーズ入りましょうかバトルさあとりあえずワイルドボーをぶん殴ってこれでアーゼウス特殊召喚の権利を得てそして、ライカを上に重ねてほいほいまあ、12時墓地にいないんでライカの効果は使わないんですけどね。で、もう一回、これドランシアの効果を使って、ドランシア重ねて、よいしょ。で、ドランシアの上にアーゼウス重ねて、召喚権使わないで、4歳アーゼウスでの強。マジでこのカード最強かよ。いけるぞ。で、これで、ゼウス効果発動。で、オーバーレユニット2個使います。で、そのカード何ですかと。あ、法要か。なるほど。オッケー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 。で、重ね引き、重ね引きでね、重ね掛けして。オッケーオッケー。これ、伏せカード2枚決めたぞ。めちゃくちゃ強い。このギミック。あ、法要2枚か。オッケー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 。これ、展開止まってましたからね。これ、開局偉っ。マジで。めちゃくちゃ強い。法要2枚を開局1枚で決めるのか。クソ強いなぁ。オッケー。そしたら自分の展開始めよう。トライブルゲードキットを召喚かなで先にエルフかこれ多分先にエルフだなアーゼウスちょっと邪魔なんでこれ素材にしてエルフ出して OK でキットちゃん効果発動してナーベル送ってドライブリゲードカード入っ
入りすぎだろ、魔法トラップ異常にあるぞめちゃくちゃな量の魔法トラップカード入ってんな俺のデッキ。フラクトール、あー泥場か、泥場くせえな。あーなるほどね、泥場か。いやリボルト構えらんねえの言ってえな。じゃあ泥場か。まあそうっすね、どうしましょう。まあ一応場面作るかで、エルフ効果でキット出す。はい、どこでもいいか、 ここ無限雇用の縦列だけうざいな。でキット効果発動、2ですかね。まああんまり関係ない気がしないでもないが、2出して、でこれフェリジット行って、フェリジット行くで、フェリジット効果でこれ総流エルク総流ユーサか、エルク総流ユーサなの俺多分。でフラクトール特殊召喚しますと、テラスはちょっと手数で置いといた方が強そうですね。で、フラクトール効果発動して、いやこれ十二獅子のさ動きしてるとさ、墓地に重戦士溜まってんのも偉いよなこれ。まだ言うてコスト3枚あんだぜこれ、強くねえかこれ、最強かよこのギミック。まあちょっとエクストラデッキの枠パンパンなんだけどね、ああ本当にエクストラデッキの枠パンになるけどありえん量のエクストラデッキの枠を食うから十二獅子ってね。でこうして、まあ、これでセットしてエンドなんじゃねえか。うん、これでまあ一応なんとかなりそうな気がするけどね。さあ手札はあと2枚、相手手札2枚ならきついだろさすがに。はい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 、いいでしょう。何すんだろうなこれ、除外してバースあんのかな。クシャトレユニコーンを除外していく、なるほどね。あーパーピアスか、なるほどな。じゃあこれバウンスしたら、これバウンスしたらいいんすよね多分。バウンスしたらいいんすよね。これもう増殖する G なんていうカード使わないか、増殖する G リリースして、でこれライズハートバウンスしたら多分これ属性参照できんくてパーピアス不発になるから何もいきませんでしたと。よし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 よ一応叩き割りまして、開局叩き割りましてモルモラットを出しまして、でこいつがリンク素材に、まあ、そのまんまなるというところですねこれね。最強ですね。でこことこことここで協調のストライクパイセン出していく、ゴー現れよトライブルゲード協調のストライクリンク召喚。キットの効果でこいつは家打点足りてんのかなもうこれ。ナーベル送る、ナーベル効果、なんか適当に持ってきて、はい打点は68、あ足りてんね、バトルフェイズゴー、よいしょよいしょ、対戦ありがとうございました。開局マジで強くね、高校まくり最強かよ。あこれは手数出ないな。ケラス、まあ、キャロット、キャット、開局なんですよね、結局。開局、一応手数としてはね、ケラスと通常召喚系と開局っていう3手出るんですよ。純正プラス12で組んだ場合に。引けば。で結構ね、まあ、妨害はある程度乗り越えていけそうな手数はあるんですけどね。まあ、とにかく開局がめっちゃ強いんですけど、アーゼウス出るんで。さあゼンマイコンとかいうやつやばい動きしてるんで、これはもうさすがに親顔ムーブ。さあリュウ実況チャンネルご用達、
出ました、アルティメットソルティアデッキ、悲願2種からの連枚ムーブ決まりました。これ世界が終わりました。対戦ありがとうございます。どういうデッキだこれ。なんかあんま強くなさそうだなこれ。メタファイズホルスドラゴンマジ誰、マジで誰やねん、マジで誰やねん来た。でメタホルス、メタファイズホルス、わからんわからんわからん、何かしてるのこの人。進化が成功した場合、中内以外のモンスターの数によって通常モンスターこのターンこのカードは自身以外のカードの方が受けない。うんたらかんたらうんたらかんたら、長えなテキスト。なんだこれ、あノーレラス、やばい。千雷を払って発動、お互いの手札フィールドのカードを全て墓地送り、え送られないんだけど、え、だから耐性あんのこいつは。フルアーマードもダブルバイトもこれ耐性あるんだ、強くねえかおい。強くて笑ったんだけど。やばやっば、何この展開力すご。シャルル。やべ、なんか全部盤面掃除された上で完全体制3体のホテルで草なんだけど、そういうこと。なんかすごいゴリ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 回したらなんだ、盤面にモンスター残したかったからなんだ、なるほどね。あうえ、ゴミきた、ゴミきた、リンクモンスターやって撃てねえ、リンクモンスターやって撃てないんす先生。一個言っていいか、そんなことするくらいだったら先行アンケルした方が早くないですか。